ガリシア民族主義ブロックは、スペイン・ガリシア州の政党で、左翼主義とガリシア民族主義を掲げる、地域政党である。戦線方式を取り入れ、個人の活動家によって結成され、政党連合ではないとされるが、現実にはその内部には、様々な党派や政党組織が存在している。しかし、大部分の活動家は、BNG そのもののみに属しており、彼らは、 インディピンディエンティスと呼ばれている。この独立主義は、党員の中にも大きく浸透しており、特に青年組織においては、顕著となっている。今日 BNG 内における、政党組織としては、ガリサ民族連合と、社会主義へ向けてのガリシア運動がある。残りの党員の大半は、独立した個人として、BNG に入党している。現在の党代表はアナポントン。 青年組織は、ガリサノバ。現有党勢は、自治体表議員590議席、県議会議員13議席、自治州議会議員12議席、そしてスペイン国会会議員2議席、同上院1議席となっており、欧州議会にも1議席を有している。自治体レベルでは、単独か半数や他党との連立によっていくつかの自治体政府を率いているが、 ガリシア7都市では唯一ポンテベドラの首長が同等出身である。ガリシア民族主義ブロックの歴史はその母体となった共産主義及び社会主義の性格を有する民族主義政党のガリサ民族連合とガリシア社会党が創設された1960年代に遡る。1975年アップグの主導によって将来の選挙における ガリシア民族主義候補者の拠点となるプラットフォームとしての宣戦線組織としてガリシア民族会議が設立された。1981年10月に行われた衆議会選挙ではアップグと PSG は選挙連合で戦った。結果は国民同盟が勝利し民族主義者は参議席を確保するにとどまった。1982年9月26日 ガリシア民族主義ブロック創設大会が、ラ・コルーニャで挙行され、アン、PG、アップグ、PSG や、その他の党派のメンバーが結集した。しかしながら、翌1983年 PSG は、BNG を離脱し、ガリシア左翼と合併した。1985年の自治州選挙では、中道ガリシア主義政党のガリシア同盟は11、議席を、また、 ガリシア社会党ガリシア左翼が3議席を獲得した一方で BNG は5万2000の得票でショセマヌエル・ベイラス1議席のみにとどまったそして選挙はガリシア国民連合という名の選挙連合を組織した AP が再び勝利した2006年12月の党大会での暗書キンターナ サンティアゴでコンポステーラ1986年のナトー残留を問う国民投票では BNG は脳、NO、の立場でキャンペーンを繰り広げた。同年、アップグは分裂し分離主義と共産主義を標榜する国民解放共産党を決闘したが BNG には留まり続けた。一方、BNG は分岐点にありより恩恵的な方向へと舵を切ろうとしていた。 ベーラスが主導して選挙で多くの支持を集めるために脱球進化を推し進めた。第3回党大会で PCLN はエリバタス内の支援のために BNG を離脱したを組織することになった。1988年同党の青年組織であるガリサノバを組織する。1989年の衆議会選挙では8%の得票を得、5議席を 獲得、初めて衆議会において、自身の会派を設けることに成功した。この選挙では、ガリシア民族主義党ガリシア主義党と、ガリシア人民戦線は議席を獲得できず、また、PSG と EG による、選挙連合は2議席を獲得した。1991年には、インサールと PN、PNGPG が、BNG に参画し、 1993年に行われた自治州選挙では18.5%の得票で13議席を獲得した。同選挙で惨敗を喫した統一ガリシア選挙後、BNG に合流した。この時期、BNG の統制は、上り上市で、1996年の総選挙では、 会員に議席を獲得。翌1997年の自治州選挙では24.8%の票を得て18議席を獲得。ガリシア社会主義者党を抑えて、初めて議会、第2党の座に躍進した。1999年の第5回欧州議会選挙において、初の議席を得、2000年の総選挙では3議席を獲得するまでになった。しかし、 この後 BNG の統制は頭打ちとなり、2001年の自治州選挙では、得票こそガリシア社会党を上回ったものの、同党と同数の17議席へと議席を減らした。2003年11月23日に開かれた第11回党大会では、党の代表、自治州首相候補に、安所、キンターナが選出された。 2004年の総選挙においても BNG は得票の減少に歯止めがかからず、下院に議席のみにとどまり、上院議席獲得はならなかった。2004年の欧州議会選挙においても、体調傾向は明らかで、バスクのバスク民族主義党とカタルーニャの集中と、統一と組んだ選挙連合がレウスカヨーロッパの諸民族内で、両党に次ぐ第3位で、 議席確保に至らなかった。2005年の州選挙では、BNG は引き続き体調傾向にあったが、国民党が過半数を失ったために、ガリシア社会主義者党と連立、与党となり、ステグのエミリオ・ペレストリーニオが、州首相に、BNG の暗所キンターナが副首相に就任した。BNG からは、文化、産業、農林、 住宅担当の閣僚が選出された。2009年の終選挙では再び国民党が過半数を制し、政権を失った。2006年12月に三両日に開催された第12回党大会において4グループによって協議会候補者の選出が行われた。この結果を受けて、党新執行部の配分がなされた。主流派から15名の党執行部のうち10人が、 選出され、残りの5人は、エンコントロイルマンディーニョスと、アルテルナティーバから選ばれることが決められ、モベメントポラバセからは、執行部には加わらず、外から協力することで合意が形成された。また、次回の党大会運営が、全党員参加の方式から、代表参加方式に変更されることが決議された。2007年の自治体選挙では、 BNG の獲得票は19.15%で、都市部での体調に対して、カルバージョ、アルスア、テオ、モンフォルテ・デレモス、ブエウ、オポリーニオ、ポンテセスウレスなど、もともと国民投資時基盤である、農村地帯の中規模の自治体で新調した。2008年の総選挙では、BNG は、得票209,042票で、 前回並みの得票で、アコルーニャ県とポンテベドラ県で、各1議席、計2議席を獲得した。州都サンティアゴでの支持者による、街頭でも2009年の州選挙では、BNG は16.57%の票を得て、12議席を獲得した。その内訳は、アコルーニャ県、4議席、ルーゴ県、2議席、オーレンセ県、2議席、ポンテベドラ県、4議席で、 1989年の衆議選以降、最低の結果に終わった。1997年の衆選挙で統制の頂点に達して以降加工続きの結果であった。この結果を受けて、2009年3月14日の党大会で代表安所金太内科15人の執行部は辞任した。あった。2009年4月18日には、コマルカ大会が開催され、 同年5月10日の臨時党大会へ出席する大議員の選出が行われた。主要グループとしては以下の3グループが選ばれた。この他にいくつかの困るかではバルミニョールの無所属者、社会主義へ向けてのガリシア運動、ガリシア左翼社会主義、リベーロの無所属者などが挙げられる。同年5月3日臨時党大会が開催、以下の4グループが候補に名を連ねた。 投票には、エンコントロ・イルマンディーニョスは参加せず、マイス・アラは、APU の名簿を支持した結果、1189票で、ギジェルメ・バスケスを筆頭とする名簿から8人が、969票で、カルロス・アイメリッチを筆頭とする名簿から7人が、選出された。この結果を受けて、ギジェルメ・バスケスが、暗書、キンターナに代わり党代表に就任することとなった。 2012年1月26日第13回党大会が開かれ、今後の方針、と代表、州首相候補者などについて話し合われた。大会では、アップグの支持を得た、党代表に、ギジェルメ・バスケスを、州首相候補に、フランシスコ・ホルケーラ・オース・ APU の案と、社会主義社団 PN、PNG ・ PG、エスケルダ・ナショナリスタ、インサール、統一ガリシア、 エスパソソシャリスタが例語などの支持を得た、ショセマヌエル・ベイラスを党代表に、カルロス・アイ・メリッチを、州首相候補にオスマイス・ガリサとエンコントロ、イルマンディーニョスのアントラファエル・ビジャール・をース・ MSG の3案が、提出された。投票結果は、ギジェルメ・バスケス2123票に対して、ショセマヌエル・ベイラス1833票 フランシスコ・ホルケーラ2338に対して、カルロス・アイメリッチ2043秒で、党代表に、ギジェルメ・バスケスが、終首相候補に、フランシスコ・ホルケーラが選出された。また、APU から7人、GA から7人、MGS から1人が、執行部入りした。考え方の食い違いに起因する激しい内部対立が、表面化した、この大会の後、 エンコントロイルマンディーニョスとエスケルダナショナリスタは BNG からの離脱を決定した。アップグに次ぐ、党内第二勢力のマイスガリサとガリシア民族主義党イコールガリシア主義党はその挙手をそれぞれの総会で決することを明らかにした。サンティアゴでコンポステーラの党本部ガリシア民族主義の程度の異なる様々な考え方をその内部に包含することによって BNG は誕生した。そのため BNG 内部には、自身の総会や事務局長を有する主事の党や、あるいは BNG の内部派閥や、無所属者など、様々なタイプのメンバーの共存状態にある。現在の公正党派は次のものが挙げられる。また、過去の公正党派だったものは、以下のものがある。A2004 年は選挙連合ガレウスカヨーロッパの諸民族で参加。 バスク民族主義党、集中と統一に次ぐ、名簿第3位で、当初名簿第3位の BNG も当選が、報じられたが、国民党により集計のやり直しの請求が出され、最終形の結果、国民党が議席を上積みし、BNG の議席獲得はならなかった。その後、ガレウスカ側は、憲法裁判所に提訴したものの、棄却された。 B2009 年は選挙連合諸民族のヨーロッパイコール緑の党で選挙に臨んだ C 諸民族のヨーロッパイコール緑の党はそれぞれの自治州での得票が4万票を超えた4党での議席の持ち回り性を決したありがとうございます